いやー、ちょっとね、今、ログイン人数確認したら5人ぐらいしかいなかったんで、ちょっと刀を回収に行くんだったら今かなと思ってログインしております。え、防弾チョッキぐらい買ってく？タクティカルアーマーベスト買っちゃいます、もう。いっちゃえ！こういうのは、勢いです。で、この子たちを、売っちゃう俺。あとはプレイヤーに出会ったらもう逃げるだけよ。まあ、到着するまで、多分何もないと思うんで、カットしよう。やめてやめて！え、ちゃんとやめて！あ、ちゃんとやだ！これどうしたら正解？これどうしたら正解？ これ待って、どうしたら正解？はい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 。どうもー。どうもこんにちは。元気にしてた？ちょっと休ませてもらったわ。え、全然休めてない。ちょっと待って。俺の最大ストミナ82%なんですけど。これで、街まで行けと？いやー、ちょっとね、今、ログイン人数確認したら5人ぐらいしかいなかったんで、ちょっと刀を回収に行くんだったら今かなと思ってログインしております。なぜテンションが高いかは、前回が、眠たかったからです。はい。じゃあやっていきましょう。どうも、達也です。じゃあ、ちょっと待てよ。バックパックは、欲しいよね。いや、拾う？ちょっと待って、いくらだの？値段。ちょ、値段と、要相談だね。今もうね、この、いい銀行のカード、ゴールドカードになったので、もうお金がね、銀行に6000円しかないんですよね。なんで、ミリタリーのバックパック、2000円すんの？ああ、刀1本分だね。いや、変えられないか。いや、向こうで拾うっていうバックパック、ああ、でもな、確実に出るわけじゃないからな。買いますか。カムフラージュバッグね。買います。買います。もう死んだ時は死んだ時は思う。仕方ない。よし、オッケー。え、防弾チョッキぐらい買ってく？防弾チョッキ。いや、でも、あー、欲しくなるよね。欲しくなるって、それは。What's up だよね。いや、ちょっとやっぱ、タクティカルアーマー？ タクティカルアーマーベスト買っちゃいます、もう。いっちゃえ！こういうのは、勢いです。ヘルメットは？ヘルメットを変える？ちょっと我慢するか。ヘルメット。いや、我慢。いやー、でもね、このゲームね、ヘッドショット食らった一発なんですよね。そう。どんだけいい装備着ててもう、それさ、いや、わかった、これさ、思い切って、この子たちを、売っちゃう、俺。That thing registered? Kidding. M1911。これ Nobody を、cares. 売ります。で、Guns come unloaded. このお Security 金 reasons. で、この Obviously. 一番いいであろう、この1560円の K63 ヘルメット買います。よーし。完璧。武器はなくなったけど。いいでしょう。え、このさ、チャイナのバンブーヘッドってさ、せめて1円ぐらいで売れない？ 売れないかな。そうか。やっぱベッドで寝てログアウトしないと、スタミナ回復してないですね。Welcome, はい、ウェ welcome. ルカム、ウェルカム。Feel free to browse around. あ、27円。ああ、いいじゃん、いいじゃん。まあ、よくはないんですけ Let's ど。see what you have. ちょっと手元にね、お金がなかったんで、OK。い Have a nice. やー、もう、これで、まあ、最低限の、防御力は手に入ったんで、あとはプレイヤーに出会ったらもう逃げるだけよ。あー、ってか失敗したかも。軍用コンパス売ってよかったんじゃない？ うん、軍用コンパスね、多分いい値段だったね。まあ、いっか。まあ、いいよいいよ。さあ、行きましょう。出発だ。まあ、到着するまで、多分何もないと思うんで、カットしよう。おーい。おーい、ゾンビいるって。あ、そうか。ってか、俺、武器なくなったから、ゾンビどうやって相手するの？これ。
まあいっか。町についてとりあえず刀をね、速攻。いやでもこれで刀が 1,2,3,4,5 本6本ぐらい入るね。で背中に 7,8 で手に9でしょ。いやこれはいいよ。これ1回で2万円ぐらい稼げるんじゃない。なんか待って、ゾンビの声聞こえてる。ちょっとやめて、挟めないんだ俺。やめてやめて、えちゃんとやめて。あちゃんとやだ。これどうしたら正解、これどうしたら正解。これ待って、どうしたら正解。はぁ、オッケー、そうですよ。ほら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 、これこう、えパンチ、えパンチ。なんでピンチになってんの俺。いや反応が絶対打っちゃダメだった。まあ、死ぬことはないだろうけど、これね待って、永遠に戦わないといけない。やばい、頭から血垂れてるって、頭から血垂れてるって。もう飽きた、もう飽きた、もうもういい、もういい、もういい、もうそろそろ倒れてくんない？ねえなんで？よしこれからこれから出発しようって時にさ、ね C2 だし、ただ僕にはもう包帯があるんで、おい包帯一枚でこの C2 は直せますと。いやこれみんな、みんな見てこれ、俺完全に大失敗してる。このバックパックのこの白いのめっちゃ目立つわ、この草むらにいると。完全にミスってるよね。そうだよね、よくよく考えたらさ、そんなに別に雪エリアにいるわけじゃないのにさ、なんで白いバックパック買った俺。絶対緑のやつの方が良かったでしょこれ。しくったわー。いやでもね、でもここ歩いてる時は目立つんだよね、緑だとね。あと、まずいです。ちょっとね、そうだね。一旦ついて、ささっと漁って、刀と武器を軽く見て、これ寝ないとダメですね、これ。僕最大スタミナがもう 73% です。これまずいです、これ。これだいぶ不便なんで、スタミナを回復しつつ。いやー、でも頑張ってる。ちなみに、今、何分経ってる？40分経ってます、はい。40分経ってます。ああ、かかるね、時間。ちょっと早いとこバイクが欲しいってことね。ああいう村とかにもね、一応落ちたり、湧いてたりとかするんですよ。乗り物って。ただ完成品じゃないんですよね。タイヤがなかったりとか、エンジンがなかったりとかね。まあ、バイクに関しては、現状バイクじゃない、タイヤがついてないっていうことしかないんで、あれなんですけど、まあ、それをね、運よく湧いてるのを探すよりかは、お金を貯めて買った方が確実にね、手には入るんで。いや、もうバイク買ってから多分早いと思うんだよね、展開が。ちょっとね、今のところ、みんなからしたら、ね、全然、プレイヤーと戦わないじゃないかっていう感じだと思うんですけど、まあまあまあ、今はね、準備段階なんで。いや、でもそうだね、一旦でもバイク手に入れたら、とにかく10万ぐらいお金貯めたいよね。そう。ひたすらお金貯めてから、よし、じゃあ、プレイヤー狩りに行くか、みたいなね。いや、そっからなんだよな。そっからがまた楽しいとこだから。よーし。街に帰ってきましたよ。いや、もう逆に安心感あるね。ほんとにね。ここは、もうめちゃくちゃ、漁りまくってるので、僕。何回も言うけど、逆に僕、この街の方が安心だわ。やっぱ地理がね、地形を分かってるんで、そのね、そこは活かしたいよね。とは言ってもね、違う、俺思ったんだ。俺さ、この街の動画を出して、多分パート3かパート4ぐらいだと思うんだけど、街漁ってるのを編集してて思ったけど、あれさ、あの霧の濃さでさ、プレイヤーと戦える？あと、補給物資が降りてきてるね、ここね。C3 に。今、右側、画面右上に出てますけど、
呼吸物資はね、まあ一番最初序盤は美味しいとは思うんですけど、正直ね他のプレイヤーが来たりとかするんで、まあだからそれを狙ってプレイヤーキルするのはありかもね、今後ね、そのうち近場で。とか多分ねこの呼吸物資僕に反応して落ちてますね。あのプレイヤーのいるエリアのだいたい隣とか、隣か、一つ飛ばしぐらいで湧くと思うんで、多分ね僕に反応してそれは落ちてるね。さあ帰ってきましたよと、あっちにもうささっと剣拾いに行きましょう。この感じで絶対狙撃できないでしょ。見える？なんか見えないでしょ多分。いやだからちょっとねプレイヤー俺やっぱバンカーの外で出待ちするのが一番だと思うんだよねちょっと卑怯かもしんないけど、バンカーじゃない、セーフゾーンか、セーフゾーンね。まあバンカーもありだよね。バンカーはまあ定番でプレイヤー来るでしょう。まあいろいろねちょっといろんな施設があるんで、この世界にはね、スカムの世界には、まあ街巡りしながらでもいいかもね。まあそこの武器ショップも行きたいけど、まずは刀かな。うん、いやもう行っちゃうか。あともうそれいらないね。もうブッシュマンがあるんで。あ、いる。あー怖、もうピピって、もう本当にねスカムやってるプレイヤーはね一番その音が嫌いなんだ、そのピピっていう音が。あーいいねいやこれねこの街ね本当はこんな霧がかかってる街じゃなかったんですよ。すごくね景色のいい街だったんですけどね、本当に前回のアップデートで突然霧の街にさせられて世紀末感が増したんですよね。まあ今までね遊んでたプレイヤーさんたちはまあまあまあこうやって変わってく変化があるのね、こう飽きが来ずにいいっちゃいいんですけど、ちょっと PVP のサーバーで遊ぶってなるとね、ちょっとこの街に来るだけで緊張感出るね。ちょっと最大スタミナ見てくださいよ、もう 67% ですよ。やばい、これは早くベッドで横になって回復しないといけない。ただここの武器ショップに、さあピピって言わない？大丈夫そうだね。ハンドガンが欲しいです、新しい。おっと何も見つからない、おっと何も見つからない。あ落ちてる。あーグロックね、これは誰か来たな、これ。あ、来てる。絶対来てる、これ。あー、ここにも立ってるね、フィジー。めっちゃ立ってるじゃん。え、めっちゃ立ってるよ。いるね。これは過激派なプレイヤーがいますね。いや、そんなことやってるプレイヤー、キルしたいな。あー、体育館も漁ってなさそうかな、これは。M9 のマガジンね。あーでもいらないものばっかだから、でも今の僕からしたらまあ全然ハンドガンは嬉しいんですけど、多分もうすでにねアサルトライフルとか整ってる人からしたらハンドガン系とかもう無視すると思うんですよね。あーミリタリークイーパーはありがたい、今持ってないで。あ9ミリ弾ね。このブロック、多分グロックだと思うんですけど、元ネタは。こいつはね、0.45 弾なんですよね。あ、発炎手榴弾。これは、ちょっとプレイヤー、対プレイヤーで使えそうな気がするんで、持っときましょう。このグロックじゃない、ブロック？ブロック21のね、マガジン案外、出にくいんだよな。いや、別に出ないわけじゃないんだけど、この M1911 と M9 の M9 か。M9 の
マガジンがね、出やすすぎて。ここも漁られてる？あー、違うんだ、マガジン。もう別のハンドガンのマガジンばっかり出る。ブロックのマガジンが出てこないですね。M1911 のマガジンありすぎ。今もう4つも出てる。こっちは湧いてる？湧き直してるかなこれ。あ、ブロック、あ、オッケー。ブロックのマガジン来たんで、リロードしといて、とりあえず4号弾が今10発手に入ったんで、ショートカットいらない。よし、リロードして、オッケー。あー、いいね。俺このグロックのやっぱこの四角い感じね。めっちゃ好き。オッケー。それ2階ある ?2 階なんかありそうな雰囲気してるよ、それ。これベッドないかなあ。あ、ありそうありそうありそう。このベッド使えないんだ。これでもどっかにはあるでしょう。あー、ボロボロだわ。あ、うん、それ椅子ね。椅子はダメなんだ。わー、ベッドない感じか。これもうちょっとあれだな、町探索必要だな俺。これベッドのある場所は知らないんだよな。いや、このね、スタミナ、最大スタミナが減るっていうこの仕様はもうつい最近のアップデートで追加されたんですよね。今まではいくらね走り回ってもその疲労っていうのですか、疲労って言ったらいいの、この何疲労システムって言ったらいいのかな、スタミナ、最大スタミナがね減っちゃうっていうこのシステムは今までなかったんですよ。だからいくらでもね走り回っても疲れることがなかったんですよね。このタイプの家はベッドあるでしょう。俺普通の民家だからない。あ、ゾンビもいらっしゃると。ん、ない、民家でベッドがないなんてことある？どこで寝てんの？え、ないんですけど。本当にないんですけど、マジで。え、まさか、あれ？何？ソファーで寝てた？ここにもともと住んでた人は。おかしいなぁ。明らかに、将来的に、ベッドで休むっていう要素を追加することを想定してないアセットの作り方ね、これね。このベッドで休むっていう要素を、もともと予定してたんだったら、必ず民家にベッドは1個は置いててもいいはずなんだけど、俺今そっちから来たよね。こっち、あの辺の民家とか、あの辺の民家いいんじゃない？何？お腹がなんかしてるよ。お腹、何？お腹が鳴っている。ん？ゾンビが。あ、そこか。ちょっと待って、スタミナが。危ない！やめて！危ないでしょって。ここは？あー、ないや。あ！ベッドあった！オッケー！まず安全確保。すいません。多分もともとここに住んでた人なんだろうけど、ごめんね。めっちゃ荒らしてる。なんだっけ、あのゾンビの海外ドラマ、名前が出てこない、あれね、あれしてる。名前が出てこない、あのゾンビのやつあるじゃん、海外ドラマですごいめっちゃ人気なやつ。名前は知ってんだけど見たことないんだよな。今度見てみるか。なんだったっけ、シーズンもう9ぐらいまであるんじゃないっていう。名前が出てこない。うわ、名前が出てこない。なんとか、なんとかオブザデッドみたいな。違うな。ウォーキングデッド。そう、ウォーキングデッドね。みたいなことしてた、今。いや、わかんない。みたいなことしてたって、見たことないのに。
OK。これででも、OK。この状態で、ログアウトすれば、今最大スタミナが 57% なんですけど、多分、上がってるはず。うん。じゃあちょっと、一旦また、落ちて。そうね。まあまあまあ、ちょっと、刀を、1、2、3、4、5、もう5本、6本は欲しいですね。